皆さん、たまです。この動画ではアニメゆるキャンシーズン2最終話後半パートの考察の続きを行います。今までの考察動画は概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。この動画にはアニメゆるキャン1期2期、そして漫画原作のネタバレが含まれますのでご注意ください。2期第13話後半は漫画休刊第52話旅の終わりにが原作となっています。それではこの動画の内容です。1から4については前回の動画で考察を行っていますので、よかったらご覧ください。このチャプターでは今までのゆるキャンに散りばめられていたシーンがどんどんつながっていくので、少し長くなりますが全て解説していきたいと思います。ということで、まず最初は似た者同士の2人についてです。ようやく身延町に入り、久しぶりの山あいの肌寒さを感じているりんちゃん。すると、なんと目の前には、元住地で手を振りながら、りんちゃんの名前を呼ぶなでしこがいました。なでしこがバイクに乗るりんちゃんに対して手を振り迎える構図は、2期第1話の最後、岩田へ大晦日ソロキャンに向かうりんちゃんを手を振り見送る構図の逆になっています。2期の初回では、なでしこがりんちゃんを朝に見送るシーンがアニメオリジナルの演出で描かれて、2期の最終回ではなでしこがりんちゃんを夜に迎えに来るシーンがアニメオリジナルの構図で描かれているところがエモすぎです。こういう対比的な構図みんな大好きですよね。自分もめっちゃ好きです。そして元栖湖展望公園で2人は話し始めることになります。なでしこに「どうしたの?」と聞くりんちゃん。返事がないから心配で、お姉ちゃんに連れてきてもらったんだと苦笑いするなでしこ。漫画ではなでしこの送ったメッセージの一つ一つは省略されていて内容はわからなかったんですが、アニメでこうやって一つ一つなでしこの気持ちのこもった文章を読むと、なでしこのそわそわと心配していた感情をより深く理解できました。りんちゃんは帰りにスマホを使っていなかったからメッセージがたくさん届いていることに気がついていませんでした。そしてそこまで心配しなくてもと言いかけた時に、2期第8話なでしこの初ソロキャン時に心配してこっそりわざわざ富士市のキャンプ場まで見に行ったことを思い出し、お互い様だなと感じます。この2人、前回お伝えした通り考え方やキャンプの目的、好きなことは違うように思えるんですが、相手のことを思って行動するという点においてはめちゃくちゃ似ているなぁと感じます。ゆるキャンにおけるコミュニケーションのベースには相手を尊重し距離感を大切にすることが色濃く現れていると思うのですが、それは主人公であるなでしことりんがそのことを誰よりも理解しているからに他ならないと思います。ゆるキャンの世界観、居心地の良さを体現する2人の相手への思いがよくわかります。またこの時にさくらさんも2人の間にズケズケ入ってこず、1人距離をとって見守ってくれているところも本当に素敵です。いや、本当にみんな距離感の取り方が最高なんですよね。ゆるキャンは以前の動画でもお話ししましたが、ゆるキャンは現代コミュニケーションの教科書だと思います。続いては、イズキャンの振り返りを始める2人についてです。2人は夜の富士山を眺めながら、イズキャンの振り返りを始めます。ねえ、りんちゃんはどこが一番良かった?そうだな。小金崎も良かったし、細野高原も良かったし、大室山も良かったし。大室山良かったよね。温泉も良かったし、みんなが誕生日祝ってくれて嬉しかった。なでしこは伊豆キャンがあっさり終わってしまったと感じていたかもしれませんが、こういう振り返りをする時間が欲しかったのかもしれません。そしてここからが本当の本当に神シーンでした。なんか旅が終わっちゃうのって寂しいね。でも私はそういうのも嫌いじゃないよ。また行けばいいんだよ、どこかに。でもやっぱり寂しいは寂しいよ。だって、すっごく楽しかったから。
そして順番にみんなの楽しげな笑顔が映し出されます。楽しいも寂しい、寂しいも楽しい、2期のテーマとして掲げられたフレーズとあえて逆のことを言うなでしこ。いや、そうですよね。もちろん寂しさを楽しめる感性もすごく素敵なんです。でも寂しいは寂しいのも事実として感じてしまうんですよね。そしてそれはすごく楽しいことが終わってしまったから。終わるのがこんなにも寂しいと感じることって、年を取るにつれて多分減ってくるんですよね。終わりそのものにも慣れてしまうし、いろいろな終わりを経験するといつか来る終わりに備えて自分の気持ちにあらかじめ予防線を張るのも上手くなったりします。本当の寂しさを感じたくないから、寂しくなりそうならあらかじめ寂しさが来ることを見越して楽しみすぎないようにするのが上手くなっちゃうんですよね。でもそういうことを一切考えず全力で楽しんだなでしこ。だからこそ反動で寂しさが込み上げてくる。なでしこがいかに伊豆キャンを楽しもうとして楽しむことができたのかが伝わります。そしてこのセリフ、だからまたやりたい、また行こうキャンプ。アニメ1期の第1話、元スコでリンちゃんに助けてもらった後のなでしこのセリフ、今度はちゃんとキャンプやろうねを彷彿とさせます。あの時はまだキャンプをしたことがなくて、興味と好奇心で行っていたかもしれません。でも今は本当にキャンプが好きでたまらない。だからこそ同じ元スコの前で同じことを言っているのに、さらに気持ちがこもったセリフになっています。例えるならスラムダンクで花道がバスケ部に来た時にパルコに言った大好きですというセリフを、最後の三能戦でもう一度いろいろな経験をしてきた上で心の底からの本音で伝えるシーンに似ています。そして結局同じこと言ってるじゃんというリンちゃんのセリフ、もちろんリンちゃんがついさっき言ったことと同じことを言っているという意図で発したセリフですが、こう捉えることもできますよね。初めて元スコで出会った時と結局同じことを言ってるじゃんと。続いてはつながっていく過去と未来についてです。さらに会話は進み、2人の今までとこれからをつなぐ話につながっていきます。やっぱり綺麗だね、夜の富士山。やっぱりというのはもちろんゆるキャン一期第1話での富士山を思い出しながらのセリフです。曇っていてなかなか見ることのできなかった千円札にも描かれている元スコの富士山、雲間から月明かりに照らされて輝いて見えた時の感動はひとしおでした。次ソロキャンするときは元スコにしよっかな。まだここで一泊したことないんだっけ。あの時はキャンプ始める前だったし。そっか。この次のソロキャンというのはアニメ1期の最終話、4月になでしこが元スコの港湾キャンプ場でソロキャンをするシーンとして描かれています。そしてそこには同じくソロキャンをしようとするリンちゃんの姿も。一期の最終話を見たときはその日たまたまリンちゃんも元スコにキャンプをしに来ていただけだと感じていましたが、このセリフが追加されたことでそのシーンの意味合いも少し変わってきます。しびれ湖でなでしこと二人キャンプをした夜、今度は私から誘うよと約束していたリンちゃん、もちろんその後すぐに約束通りキャンプに誘いましたが、結局なでしこが風邪をひいてしまい二人でキャンプに行くことはできていませんでした。それ以来グルキャンやなでしこのおばあちゃんの家にお泊まりすることはあっても二人でのキャンプはまだ実現していないんですよね。そしてなでしこがグルキャンとソロキャンを交互にしたいということをりんちゃんは直接聞いていないかもしれないですが、知っている可能性は高いと思います。だから伊豆キャンの後はソロキャンをしたがっているかもしれない。それなら無理に誘わなくてもいい。でもせっかくなら一緒にキャンプしたいかも。そんな気持ちで
いつもは来ない春の元栖湖に一縷の望みを託して訪れたんじゃないかと思うんですよね。だからこそなでしこを見た時にはすぐに笑顔になったのかなと感じます。そして二人の会話は過去にもつながります。そういえばさ、りんちゃん最初のキャンプってどんな感じだったの？最初の？ああ、結構大変だった。確か中1の頃かな。もちろんこれは2期の第1話。おじいちゃんからもらったキャンプ道具を使って元栖湖港湾キャンプ場で初めてのキャンプをした時のことですよね。テント設営に手こずったり、焚き火がつかなかったり、米をうまく炊けなかったりと結構大変でした。ということで、この2期最終話、元栖湖での2人の会話がゆるキャン1期2期の始まりと終わりをすべてつなげてくれるんですよね。またこの2人の会話のシーンは2期のサントラのジャケットにも使われており、サントラを聴きながらジャケットを見ると今までのゆるキャンを鮮明に思い出すことができると思います。いや、本当にこの最終回の終わり方、今までのゆるキャンの情景が一気にフラッシュバックしてめちゃくちゃ感動しました。綺麗に全てのピースがつながる最高の締め方でした。そしてエンディング、春の隣が流れます。そよ風に吹かれてお家に帰ろう、歌詞とともにりんちゃんが帰宅します。2期の最初はただいまというセリフから始まりましたが、終わりもまたただいまで終わるんですよね。めちゃくちゃエモい。そしてお父さんとお母さんに迎えられます。またしっかりと U パックを使って伊豆で買った肉の味噌漬けと手紙をおじいちゃんに送るりんちゃん。2期第9話で最高の一家団らんを見せてくれた島家も全員最後の最後に再登場してくれたのが嬉しかったです。そして最後は通学シーン。いつものエンディングは学校からの帰り道ですが、今回は新たな日常の始まりの表現として朝の通学の場面が描かれていました。伊豆キャンは終わってしまったけど、みんなとの日常はこれからも続いていきます。さらにエンドカードではありがとうございましたの文字とともに、それぞれが行ったキャンプの時の服装で一緒に焚き火を囲むシーンが。あえて伊豆キャンの時の服装ではないのは、それぞれが別の行動をとっていても心地よい距離感でつながり合えるという示唆のようにも思えます。本当に何から何までゆるキャンらしさが詰め込まれた最終回。いや、最高でした。3ヶ月間楽しい時間を本当にありがとうございました。ということで、この動画の内容は以上です。ついつい語りたいことが多すぎて動画が長くなってしまいましたが、自分からも少しだけ感謝を伝えさせてください。まずはこの3ヶ月間、拙い考察動画にもかかわらず見に来てくださって、そしていいねやコメントをたくさんくださって、皆さん本当にありがとうございました。ゆるキャン2期の第1話を見て、あまりにもいい1話だったので、いろんな人と感動と興奮を共有したいなと思って、まるまる2日間かけて作った考察動画を YouTube に上げました。すると、徐々に同じような気持ちでゆるキャンを楽しんでいる方に見てもらえるようになり、皆さんのおかげで一人で見るよりも何倍もゆるキャンを楽しむことができました。この3ヶ月間、本当にありがとうございました。そして今後もこのチャンネルはゆるキャンを皆さんと楽しむための交流の場にしていきたいと思いますので、これからも一緒にゆるキャンを盛り上げていければと思います。皆さん、今後ともよろしくお願いします。ゆるキャンシーズン2はABEMATVなどの動画サイトで見れますので、また皆さんと感想などを共有できたら嬉しいです。ということで本日のまとめです。この動画が少しでもいいと思った方は、チャンネル登録、いいね、またはコメントなどしてもらえると嬉しいです。最後までご覧くださって本当にありがとうございました。